サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日は天気にも恵まれ、絶好のコンディションの中で行われるゲームをお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、清水エスパルスが川崎フロンターレと戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。今日はウイングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。川崎フロンターレですが、攻撃のタレントではリーグ屈指ですね。正面からぶつかり合う試合が多いイメージです。失点を抑えられれば優勝も夢ではありません。ボールが動いてキックオフ、試合開始です。サイドへパスを出します。ボールがこぼれる。ここはサイドに持ち出すでしょうか。クロスを狙ってくるか。ジョアン・シミッチ、ディフェンスが冷静に処理します。このパスはカットされました。谷口翔吾、上里恭平、長谷川達也、ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。1対1です。ヘディングは枠に行きません。うまく当たりませんでしたね。外れた。これは決定的でした。うまく合わせましたが枠に行かなかったですね。ジョアン・シミッチ、上里恭平、大島亮太、レアンドロ・ダミアン、スローインになりました。棚ボタのスローイン、攻守が変わります。じっくりと出しどころを探します。レアンドロ・ダミアン、ここで狙いたい。これは危ない。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。
ジョアン・シミッチ。これは見事に奪いました。真ん中にクロスを上げた。クロスはニアでカットされました。クリアしてピンチをしのぎます。カウンターのチャンスです。1点も追いかける状況ですが、落ち着いてボールを回し得点のチャンスを伺っています。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。奥井亮、いいところに出します。レアンドロ・ダミアン、ジョアン・シミッチ、大島亮太。レアンドロ・ダミアンだ。イエナガ、ジョアン・シミッチ。至近距離からでしたが、キーパーが落ち着いてセーブしました。絶好の決定機でしたが、コースが甘かったんでしょうか。もったいないですね。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームはハーフタイムに移ります。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。後半のキックオフ、今度はフロンターレボールです。あと一歩というシーンでしたが、ここで潰されます。奥井亮、味方もサポートに来る。ジョアン・シミッチ、大島亮太、タッチを割ってスローイン。アタッキングサードに入ってきた。いいクロスだ。決まった。ゴール、ゴール。豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。リプレイを見てみましょう。この高い精度のクロスが決定機につながります。そしてボレーシュートを豪快に突き刺しました。これは何度も見たくなるシーンです。頭越しにパスを送った。上り里恭平、レアンドロ・ダミアン、イエナガ、狙える位置です。
絶妙なパス、入るか、決まった、ゴール。リプレイが出ます。スルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。ジョアン・シミッチ、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。フロンターレが攻めに出ます。ボールを回してチャンスを伺います。この選手が視点となってパスを回しています。ディフェンスボールを奪います。このパスは通らない。ボールを前に運びます。シミッチ、最高のボールが出た。タックルでボールを取り返した。ゴール決まった。相手のボールを奪ってからの得点です。前線でもプレッシャーを緩めず攻め続けた結果ですね。見事なゴールです。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。今日はパスがつながります。サッカーの基本ですね。みんなでしっかりつないでいます。このようなプレーは避けたい。カードが出てもおかしくありません。イエローが出ました。少し抗議していますね。ここでボールロスト。ジョアン・シミッチ、知念圭、ボールを失います。
試合終了。このリーグ戦はホームチームの勝利です。こういう接戦をものにしたことは自信につながりますよね。最後はどうなるかと思いましたが、きっちりリードを守りきりました。次にも期待しています。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。